僕はエンドレスで言いたいと思います。相模を目指してファイティング今なりふり構わずファイティング今信じるがままにオリオリオリオジャスゴーマオラヒーオラヒースキ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 ースファイティングマイラスキー去年ですよせーナイスことやったスイーみんながやってるって気持ちでマジで今日も誰でもできんだろこれどういった動画っていうかこちらです。はいはいはいこれはいナイスボーはいこれえいはいナイスボールはい、今何本か動画見たと思うんですけど、はい、この動画あるじゃないですか、うん、強豪校、中堅校、弱小校っていろいろあるんですけど大体、機械がやってるんですけど、はい、これ別に俺らでもできるぞっていうところ見せてやりたい。悔しいもんだって本当に俺らがさ、弱小校とかやってさなんかできないんだろうなって思われるのが悔しい。ありがとう、本当に頭下げられる、あれは持てあ、それマイキネタバレやめて見ないからどうせお前やねこれの全てをネタバレ嫌う男マジで何もでき何も合わせないよ何もできこの3つ、はい、レーザービームとキャッチボールとカードの質の違いを俺ら3人で強豪校としてやっていこうじゃないかと、はい、ってことでやっていきましょうか。せーの、ストライクだ。まあどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ今日ポンコツライダーズ脱却するということでね。はい。頑張っていきましょうか。はい。最初の種目はサードの質の違いでございます。うん、ああこのピューですね。そう。ピューじゃないけど、ね。ペーパーセンノーバン。そう。了解です。これができればあなたを強豪校ですということで。了解です。これチャレンジ回数は何回ですか。3回です。3年。はい。3回以内に決められなかったらその人はポンコツライダーズですか。ポンコツライダーズ。わかりました。まあ1回で決ます。1回。そうだったっけ？結構やってたよね。結構やってたよね。20回ぐらい20回ぐらいやってたよね。僕らポンコツライダーズ。まあやっていこうか。はい。誰が一番最初誰がやる？はい。はい、コバからやる。ポンコツ代表です。頑張ってくれ。代表なんだ。勝手に代表になるから。ポンコツなんで、100決まりません。あ、ちなみに今日カメラマンカズロです。あ、どうもこども。どうもどうも、毎度毎度毎度。コバにがいいだ、絶対無理。コバはね、絶対無理。野球企画で僕が負けたこと一回もないんで強豪校になりたいと思います。お願いします。いきます。1球目決め。あ、いや、そんなむずいんだ。どう、案外届かないわ。あ、もっと上だね。上だね、もっと。あいつすげえその事故いらんから案外届かないわ。ポンコツがまだおる。これ一人ずつやった方がいい。ポンコツすぎるって。小学5年生の時にアキトに野球に誘われて最初はサード守ってました。だからいけます。一番ユートがワンチャンあるんじゃないかなって。あー、よし、ユートの1球目。おっ、惜しい。うわ、惜しい。届かないか。コースめっちゃ良かったね。上だな。うん、なるほどね。いや、じゃあこれなんだっけ。サード。あ、そうだ。負けないでもう、おう、負けないでもう少し、最後まで走り抜けて。僕らポンコツ、僕らポンコツライダーズ。いきます。あ、人はね、
器用なんだけど届くかなって感じですね。いやでもアキトってさ絶対に使わないもの得意じゃん。めっちゃくしてんじゃん。日常でね絶対使わないものだけ得意なんよ。サッカー部でいうリフティングめっちゃ上手いやつ。そう、あの頭に乗っけるやつとか絶対使わないんよ。そう、お願いします。いや低め。そんなさらっといく？そんなさらっといく？頼むぞアキト。頼む。これうわうわマジで。ああ。やめ。早く投げて早く投げて。ポクラポコスライダーズ。あもうコバが弱小校確定したんで、俺とユウトがやっぱ同じ小学校コンビで強豪校行きたいと思います。頼むぞ。任せて。マジで行きたい。ありがとう。行け。オーカーちゃん。オーカーちゃん。次の種目いいよ。次はキャッチボール。あ、キャッチボールです。キャッチボールの質の違いなんで。あれかな。はい。じゃあ、まあ今回も俺引っ張るから次も。はい。お願いします。出てこいよ。お願いします。じゃあ振り。振りやって。振りやって。VTR。ゴー。はい。ということで、キャッチボールやっていきましょう。はい。一番で大丈夫ですか。俺から行こう。おお。俺から行こう。オッケーや。ずっとこんなんです。すいません。それでは、アキトの一球目お願いします。いきます。可能性が見えない。ある意味すごくない？ゆてんの1回目よーい、ドン。ああ、ちょっと右行く恐れあるね。おお、うわー、2回目の挑戦です。よーい、ドン。場所動かすね。はい、アキトの3球目の挑戦お願いします。おかしいかな。ゴラッソだよ。はい、できなかったらやばい。ちょっとなりてー俺も。いけ。3回目の挑戦です。お前らの高校はそのなんか出すんだ、シャツ入れます。あ、入れんだ。俺ら結構出すんだよ。甲子園とかでやっぱ入れてるやついないよ。あ、次の機会言って。次はレーザービームの質の違いです。ラストね。お前、はい、どれ欲しい。次、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 次。目からレーザービーム、ビショビショビショーン。パシコンは。よし、行った。よし、種目です。あと何本やん。すいません、これがラストです。ラストです。最後はレーザービームです。オッケー。レーザービームの質の違い。はい。取り方はちょっと下がってこのまんまバックホームに投げる。おお。ノーステップで投げる。ノーステップで投げる。でノーバーに届いて、あ、近いが動かなかったらクリア。そう。了解です。オッケー。コントロールと肩の強さが大事になってきます。これ一番強豪っぽくない？いやマジでそう。プレー的に。確かに。手振ってる。ありがとう。俺だ。おはようございます。エンドレスよろしく。
ということでやっていきましょうか。怖、はい。バッケン中学からやってきました新たバッケンユウです。めっちゃバッケンじゃんこいつ。予想言っていいですか。どうぞ。コバ頭余裕だと思います。まあね、つけなかったらやばいでしょ。つばけばいいんでしょ。これそうです。俺みたいにピシッてあんまいらないでしょ。あっ、まあ、ピシッじゃないから。ユウタの挑戦でーす。短い。それではコバくんの1回目の挑戦お願いします。お、うおおすげえ。僕の名前は完璧を。完璧。僕の名前は完璧を。僕らポンコツライダーズ。まあ見えないけど多分変なこと言ってる。今んとこ弱小2冠なんで、今回で強豪校にならなかったら僕エンドレス引退します。僕エンドレス引退します。引退宣言した。はい。怖っ。そんぐらい覚悟を持ってやってます。いいね。強豪校になりたいっていう気持ちは見せてくれじゃん。はい、全視聴者に見せます。俺も強豪校になれるんだ。頼むよアキト。いきます。この動画臨退なんて嫌だよ。お願いします。やーべー、くそー。おいくい。失敗。2回目の挑戦です。あー届かない。距離が足んないね。シンプルにジャッケン。いけるぞいけるぞ。あー外れも惜しい。あー届いてはいますね。ユードの3回目の挑戦です。よしスタート。あー足らない。あげて、つまげて。ベンチ外として応援頑張ります。あーやばいよ。いや届いてはいるんだから。あとコントロールの問題。そうだよ、マジコントロール。集中力だコントロールなんか。何のために髪染めたかっていう話よ。何のための髪も切って、うん、強豪校になるためだ。じゃあね、やるぜ。で、できなかった脱退。脱退します。やばいよ、この人。脱退します。じゃあ行け。マジで決めてくれよ。さあラストは、アキト君の最後の挑戦、よろしくお願いします。行くのか。来たか。来い。おー、もうドストライクだ今のは。よし、あぶねえ。髪染めたかやった。あぶねえ。正直脱退かと思った。どうやって落ち着けんだろうなと思った。めっちゃ楽しかったけど。いや決めてきたな。俺もねめっちゃ見切り発車。すごい。脱退って言ったらバックバックして。バックバックよ。どうしよう。やばいと思って。あ、もう一回あると思ったんだけど。もう一回やります。終わりか。じゃあエンディングだね。ちょっと、はい、行きます。はい、ということでね、終わりました。いや、マジでね、そんなできると思わなかった。届くと思わなかったし、まあ、最後のやつ。おお。え、あのさ、なんかこの格好してるけどさ、1回決めただけですよね。回数一緒ですよ。ここで身分の差が出てきた。この差なんですか。なんだろうこれは。まさかこんなチンコ分かれるまで。でもエンドレスやっぱりみんなすごいってことが分かったね。それで証明できた。危ねえ。マジで危ない。全員できてよかった。マジすごい。機械だけじゃないぞと。そう。しゃ
こいつばっかりに頼ってられねえぞと。そうだよ、全然キャラ的に強化やってるだけですから、あの全然できますからこいつら。ポンコじゃないですから。いいこと言う、はい、言う、実は受給払ってあのポンコツやってもらってるだけだから。ああ言うなってんだよ。あやべ、ラジオ言うな、みんな思ってんだから。お前ほんとそれも言っちゃないそれだけは言わないで。はい、ということでね、はい、今回ね素晴らしいねみんな乗るかと思います、はい、ありがとうございました。ポンコツが強豪校だなって思った方は高評価、チャンネル登録、インスタグラムフォロー、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジュワイ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 チョコボール。ポンコツもね、やるときはやるのよ。明日の動画はまたもやサッカーの弱小強豪あるやる。今回も弱小が大暴れ。